どうもブラックパンダです。今回はエイスースのジャンクをやっていきます。またまたショップインバースさんで購入しました。3000円って書いてますけど、水曜日だったんで1000円オフの2000円で購入することができました。こちら通電 NG のジャンクとなっております。早速動作確認していきましょう。安定化電源をつなぎましたが、全く電気が流れていませんね。はい、電源つきませんね。分解します。はい、分解しました。基本的なことは確認しましたが、カットしています。今から目視で損傷がないか確認していくんですけれども、今回からは新たな装備を使っていきたいと思います。それがこちらデジタル顕微鏡です。アリエクで3000円弱ぐらいで購入しました。スマホにもパソコンにも接続できるタイプです。これは前々回の動画で取り外したコンデンサをこの顕微鏡で見た写真です。ルーペでは全く見えませんでしたが、クラックを確認することができました。今後はこいつを使ってしっかり確認をすることができますね。ではチェックしていきましょうか。しかし安い割によく見えますね。ここまで拡大できて見えると逆に全部怪しく見えてきてしまいます。使ってて思ったんですけど、ライトの当て方がダメなのか、たまに光が反射して見にくい時がありました。一通り確認しましたが、特に損傷や焼損は見当たりませんでした。次はテスターを使って電圧をチェックしていきます。アダプターからの 19V は OK ですね。最初の MOSFET も OK ですね。少し電圧が高いですが、 3.3V は確認することができました。ここのコイルは多分 5V だと思ったんですが、出てないですね。ここの 1.5V は多分メモリーですね。しばらく測ってましたけど、電圧が出てたり出なかったりで、なんかあんまりはっきりしない状態ですね。もしかしたら直せないかもしれません。
ここで異常に気がつきました。 DC コネクターの 19V が消えていました。安定化電源を見る限りショートはしていないようですが、19V 出ていましたが今は反応がありません。今スパークしましたね。どうやら犯人は DC コネクターのようです。デジタル顕微鏡で確認してみると思いっきりクラックが見えました。通電すると電気が流れてパチパチとスパークが見えますね。コネクタを交換すれば普通に治りそうですが、今回は交換せずに何とかしたいと思います。今あるもので何とかするのが体育会系ジャンカーのやり方です。まあ導通させるだけなんですけれども、基板に刺さっている端子を抜いてワイヤーかなんかでつなげようという作戦です。あともう一つ買ったものがあって、フラックスをいいものに変えました。ペーストフラックスの、まあ、あのジャンカー御用達のよく使われているやつです。モリハンダして吸い取り器を使用します。まあこれが全然取れないんですよね。無敗のあの方が最近最高級の自動ハンダ吸い取り機をレビューしていましたけど、あんな高いものを貧乏ジャンカーの僕には買えません。しばらく続けましたが全然取れませんでした。なのでこいつをニッパーで切り落としてワイヤーをつなげようと思います。こういう時のために買っておいたワイヤーをなくしてしまったので、代わりにハンダ吸い取り線を芯にしてハンダ付けしてみたいと思います。ちなみにハンダ吸い取り線ですが、テスターでチェックしたら抵抗もなく導通していました。まあこんなやり方はかなり邪道ですよね。プロの方が見ていたら怒られちゃうかもしれません。先っぽを丸く固めてハンダ付けしていきます。ここの作業の様子をデジタル顕微鏡で撮影しようと思ってたんですけれども、あの顕微鏡の台の性能が良くなくてかなりブレるんですよね。なので普通に撮影しました。はい、それで完成したのがこんな感じになります。本当はもっと綺麗にしたかったんですけれども、まだまだ修行不足ですね。ハンダ付けってめちゃめちゃ難しいですね。そもそも小手先をミスってましたね。別のやつでやればもう少しマシにできたかもしれません。一応ハンダで付いてますが、このまま使用していればまたクラックが入って通電しなくなるかもしれませんね。まあ今回は交換部品がない時の応急処置ということで勘弁してください。それでは安定化電源をつないで電圧をチェックしていきたいと思います。
ハンダ付けしたコネクターからの 19V は OK で、 3.3V も OK で、この下はやっぱり 5V で合ってました。ちゃんと電圧が出てますね。それでは動作確認していきましょう。通電ランプちゃんとついてますね。はい、来ましたね。ちゃんと起動してバイオス画面も確認することができました。まあ、今回は DC コネクタの交換ではなく、ちょっと邪道なやり方ですけれども、ちゃんと通電することができて起動も確認することができたので、今回はこれでよしとします。それでは今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でもよろしくお願いします。